はい、短期決戦です。12月23日8時10分です。第1238回ロト6の予想の準備をしていきたいと思います。おはようございます。やっぱね、まあ仮想通貨の話だけどさ、バージいいよね。バージ。何だったっけ？ロト7だね。これでこれ投資ミニモトロト7ロト6ミニモトロト7ロト7ロト7が244回前の回のやつを踏襲するよね。前の回って重要なんだね。954、11、16。うん、前の回が結構重要なのかもしれない。っていうと全然違うのが出てきたりするしね。12月23、2017年12月の25、1238回ロト6予想、過去6回ね、1、2、3、4、5、7、8、10、11
4回中2回が1と38、
4回中3回1回ボーナス数値、お、なかなか珍しいな。4回中3回1回ボーナス数値、11、4回中2回数値を38、 OK。 過去6回抽出する、全球数値、そして38、16、38だって出てない数字、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、13、15、19、今回は前回の数字、これだね。参考か。気になる数字。まあいいよ。前回の数字からの連想展開。1、
連続する数字を入れる。1、2、3、4、5、6、7、12。もう一桁同じです。1、2、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。いるかこれ。いるかこれ。下一桁同じ。まあいいや。5、15、5、25、30。これでOK。よし、準備できた。とりあえず一回切ります。